2015年、アンコールタイガー FC はスタートした。2017年にシェムリアップに移転してから、たくさんの仲間が僕たちを支えてくれた。たくさんの喜びと、たくさんの笑顔と、たくさんの悔しさや、たくさんの悲しさ。時には失望を感じさせてしまったこともあったかもしれない。でも、みんなはいつもそばにいてくれた。強い日差しや強い雨、石の硬いシートにかかわらず、ファンのみんなは僕たちや選手たちに勇気を与えてくれた。だからこそ、シェムリアップでの勝率は驚くほど高かった。新しいスタジアムになって、みんなと時間を共有したことは本当に嬉しかった。しかし、その矢先に僕たちを COVID-19 が襲い、リーグは中断。選手、スタッフたちは常に最善の準備をしてきた。いつでも試合が始まって良いように。ただ、何よりも辛かったのは、シェムリアップでの多くの人がダメージを負ってしまったこと。ほんの少しの力しかなれないもどかしさを抱えていた。そんな中、ついに7月再開という明るいニュースが届いた。しかし、そこには一言添えられていた。ノースペクテーター。あの場所で、みんなと時間や空気や感情を共有できない。こんなに悲しいことはない。だけど、みんなの声援は心の中に聞こえている。心を一つにして、一緒に戦おう。For the first ever championship.Dream, hope, and courage for all Khmer people. Somo Kum.